こんにちは。今日はベッドの上からお送りしております。気分です。ずっと疑問に思っているというか何が正解っていう自分の中で一生ぐる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 している問題について正解が分かってさえすればこんなに時間を食わへんのになっていう人にあげるプレゼント問題ですよね。友達の誕生日、まあ親の誕生日とかね、恋人の 誕生日プレゼント。クリスマスとかもそうやけどさ。何をあげればいいの一体。割と、そのいうプレゼントを用意する場面が多くて。何買えばいいの一体私は。っていうので毎回悩むねんけど、みんな何あげてんのかなと思って。一緒にプレゼントを悩もうのコーナーです。第1回討論会は、友達のプレゼント編です。イエーイ。皆さんご参加いただきありがとうございます。やっぱそうですよね。あの、友達の誕生日プレゼントっやっぱ悩むと思うんですよ。 何あげてらっしゃるのかなと思ってまあ女性男性についても多分あげるものって違うと思いますし年齢ね10代20代30代40代もう年齢についても全然あげるものとか変わってくると思いますし一体何歳まで誕生日プレゼントという習慣を続けるのか友達のねとかもあると思いますちょっとトイレ行ってくるわなんで ほんまにトイレに行って帰ってきました。失礼しました。女の子の誕生日プレゼントとか、その、あげるプレゼント私もそうやし、多分世間的にも多分一番多いのはコスメとかやん。でもさ、コスメの中でもさ、アイシャドウにするか、リップにするかとか、それともハンドクリームにするかとか、いろいろあるわけやんか。あげやすいって言ったら私は多分リップやと思うね、やっぱり。ブランド物のリップとかにすれば、普通に正直もらってもめちゃめちゃ嬉しいし、逆に、あの、普段あんま使わへん色やったとしても、数あればあるほど嬉しいやん、リップとか アイシャドウ問題やと思うね、私は正直。アイシャドウって、もう使う色しか基本使わんのよね。私もそうやし、多分、まあ、多いと思うねんけど、例えば普段は私はオレンジとか茶色ブラウン系とかしか使わへんくて、ピンクのアイシャドウをもらった時に、いや、使いたいけど、可愛いけど、似合わんねんなとかさ、あるやん。もら はどう思ってさ使わ色やったたどどう思てさ使使わわんんやらマジで使わへんしなみたいなみい、まあ、全部そうやねんけどだからコスメ系も正直むずいやん。あげやすいけど難しいやんか。ブランド物のピアスとかネックレスやら色々見に行ったりとかすんねんけど。逆に彼氏でもないのにアクセサリーあげんのってどうなんとかちょっと思ったりすんねん、勝手に。嬉しいやん。正直私ピアスとかネックレスとかあの友達から誕生プレゼントでもらったことあんねんけど、めっちゃ嬉しいんよ、正直。普段絶対に自分でブランド物のピアスなんか買わんから、 もらったらめちゃめちゃ嬉しいわけ。っていうの分かってんねんけど、あげる側にいざなったら、いやでもこんなんもらったらちょっとキモいかもとか思っちゃうねん。絶対別にもらった側は嬉しいのにって分かってんねんけど、その決め手というか決め手にかけるというか、どうしようってなっちゃうわけで、服とかもめっちゃむずいんや。似合いそうって勝手にこっちが思っててもさ、相手からしたらい,いやこれ着ひんねんけどとかなるやん。いつも迷うねんな。でも女の子のプレゼントやったら、まだ、 自分がもらって嬉しいものとか大体これあげてたら喜ぶよなこういうのっていうのって自分も女んないからわかんねえけど男の子に対するプレゼントですよね難しすぎて訳がわからんというかメンズに贈るプレゼントみたいなのとかってネットで調べても財布ネクタイとかむずいんよ全部じゃあ財布の中の何なのって時計の何がいいの っていう。私も彼氏もそれこそ元彼がじゃあ何人いましたとかなんかその元彼。もう今までもういっぱい付き合ってきたから大体男のことは分かってるとか言ったらいいねんで。それやったらいいよ。何も迷わへんと思う。けど、今の彼氏が私初めての彼氏やから、男性を知らなすぎて、何が嬉しいんやろうみたいな。そのほんまに、ハンドクリームとかがないわけ。男の子って。 わかりますこのコスメとかさ。普段メイクする人やったらいいと思うねん。逆にめちゃめちゃいいスキンケアとかね。あげんねんけど。ほんまにちょっとだけしか知らへんとか。ちょっと仕事で関わってる人でプレゼントいただいたからお返しするとか。そういう時に男の人に何をあげたらいいかほんまにわからへん。もうそれこそその何彼氏のクリスマスプレゼントとか、彼氏の誕生日プレゼント。もうほんまにね。 どうしたららいいかかマジで分からんの大体一緒におったらこういうの欲しいんかなーとかこういうの好きそうやなーとか好みとか欲しいもの分かんねんけど一体あなたは今心の中で何を求めているのっていうその真相ほんまに一番欲しいものってさもう心を読める目とか持ってないと分からへんわけやんかあげるならほんまに欲しいものとかさあげたいやんほんまに嬉しいものもらってだからこそ 悩みまくりすぎて、毎回なんか、あやっぱりああしとけばよかったってなんね。プレゼントってむずいよなって。自分があれか、もらったやつを一回考え直せばいいんかね。私が一番嬉しかったのは、でもさ、そう思ったらさ、これが嬉しかったとか、これなんかめっちゃ使うとか、それは普通にあんねんけど、正直その、もらう相手の問題というか、 あこの人がわざわざ私のために誕生日プレゼントを選んでくれたのとかこれを自分に似合うと思ってこのやつもらくれたんやとかそれだけで正直嬉しいかも動画終わりですこれ動画終わりやわこれ物の問題じゃないかもしれへん気持ちの問題正直でもそうかも逆に一番ん何これって思ったのはえっ、ー、と3年前ぐらいにジン,ジンの からら誕生日でもらったジャスミンティーの 500ml5 ケースぐらい狭いね家もその時ほんまに玄関もマジでないぐらいの家に住んでたんですよめっちゃ狭いワンルームにでピンポンって朝業者からなってな範囲いってどでけえ段ボールめっちゃ送られてきて な何これっつって送り主が佐藤浩次様やって「あジンジンや」と思って「誕生日おめでとう」みたいな「プレゼント送っといた」って言って来てたから「あこれか」と思って見たら全部ジャスミーティーの 500ml で飲み干されへんねん普通に一人でっていう量をもらってんけどいや嬉しいねんけど嬉しいねんで、まあ、大前提嬉しいという手で聞いてください嬉しいねんけど正直邪魔っていうそう「えっ何これ?」っていうそう で結局そのジャスミンティーを飲み干す頃にはめちゃめちゃジャスミンティー好きやってんけど嫌いになりました <laughs> そう飲みすぎてそれはもう正直ネタみたいなもんですよねでもみんなやっぱ手紙とかねあとなんか使えるその普段使いできるもの入浴剤とかもめっちゃ嬉しいし手紙も嬉しいしあとブブとビビに。 なんかおもちゃくれるのとかもめちゃめちゃ正直めちゃめちゃありがたいし、もうそれこそコスメ系とかも嬉しいですし、大体いいその人の趣味をある程度把握しとけば、あんまり外れてないかもしれない。絶対それどこにつけていくねん。 みたいな、めちゃめちゃ奇抜なものとかはちょっとハードル高いかもしんけど。プレゼントの正解って多分、欲しいっちゃ欲しいけど、自分からわざわざ買うには、じゃあいっかってなっちゃうようなものやったら、人からもらったらラッキーって思えるから、それぐらいのものが一番いいんかなって私は思ってるんですよね。ああ、確かにこれ自分では買わへんわっていうもの。それをたまたまもらえるっていうのは嬉しいんやろうなって、それで私いつも、 それ基準でプレゼント割と考えたりするんですけど、普段絶対自分ではわざわざ自分のために買わないけれどももらったら嬉しいであろうものっていうのを探り当てるのが一番だと私は思いますで。そろそろあの母の日やからさ、今年はちょっとやっぱプレゼントって自分が使っていいものとか自分がお気に入りのものとかでもあげやすいと思うよ、ね。自分これめっちゃ使ってんねんけどみたいな。使ってんねんけど、これマジでいいから使ってほしいとか、そういう気持ちであげたりするのもあんねん まあ私の実家の環境的にはいい暮らしをできる環境ではないんですよね、まあ、ずっと昔からそうなんやけどでお家をプレゼントさせてもらったんですよ去年ぐらいにでお家をプレゼントしてでばあちゃんも一緒に住めるようになってで私お父さんおらんからだからママと弟3人とばあちゃんで今実家に住んでんねんけどマジで心配なことがあって体悪いのにママね 腰とかよう痛めるねだからこそちゃんとした場所で寝てほしいんよあのママリビングで寝ねえなでリビングで寝るからあの床に敷くなんかちゃんとしたベッドとかでも寝えへんしその敷布団で寝てるんですけどだから頭も凝るし体も凝るしみたいな私もそうやねん実際多分もう私も硬いとことかそのちゃんとしたところで寝ないとほんまにあのめまいするぐらい頭頭痛持ちなんですよ いつも自分ももうね、パパラの動画で多分2年前とかぐらいからずっと使わせてもらってるんですけど、ニューコアラマットレス。で、コアラマットレスずっと使ってんねや。多分もう知ってると思うねんけどみんな。なので、マジでいいから、それこそあの睡眠不足。夜まで仕事で朝早く起きなあかん時とか、睡眠の質ってやっぱ大事じゃないですか。だから、この寝心地を体験してほしいなということで、今年の母の日はコアラマットレスをプレゼントします。これ。 なんですもうちゃんとあれやからさあの梱包されてるもうこのまま送るだけでいいような状況にしてますはいこちらをプレゼントしまーすであのねコアラマットレスのそれこそいつも使ってる私のやつないやし今回ママに送るやつもそうやねんけど全部すごいのがこここのチャックこ,こ,これチャックになっててこう開けるじゃないですかこれ一周開けれるんですよでこれ普通の多分ベッドとか マッレスとかやったらカバーかと思うじゃなくてカバーをこれひっくり返せるんですよこうやってほらじゃーんとよいしょさっき私が使ってたのがこれ固めででこっち普通今普通に変えたんですけどそれこそあの季節でねで夏は固めでその寝返りが打ちやすいようにで冬は その包み込まれる感っていうので普通の方がいいよっていうのがあるんですけど正直自分の好みに合わせてねで今これ普通になったんですけどめちゃめちゃなんか全然その使い心地も違うからね実家大阪なんですけど沖縄県以外やったら配送料があの無料なんですよコアラの全商品に120日間のトライアル期間がついてるのでだからもしあの買ったけど合わへんとかそういうのがあったら返品とか。 返金してもらえますので気になったら試してみるっていうのができるからそれも安心して使えるっていうのでだからこんなにコアラーマットレスみんないいって言うけどどうなのっていう人は一回試してみるっていうのもありかなと思いますはいなのであのほんまに私コアラーマットレス激愛用してるのでとりあえず自分の親にも使っていただきあの腰痛やらね頭痛とかほんまに寝るもので変わるから体感してほしいなと思いまして今年の母の日は。 見ていますでしょうかまず見る前に多分届いてると思いますけどはいコアラマットレス使ってください紹介した、あのー、コアラマットレスが気になった方はですね概要欄に載せておきますのであのお試しもできるのでね是非 URL 載せておきますのでチェックしてください、はい、心がこもってれば何でも嬉しいということでそれではさようなら